はい、こんにちは。今日はラビアルメラノーティックマキュールの病理組織像の解説です。まず、こちらのアメリカの病理ジェラット・ガードナー先生の解説動画をご覧ください。下にもリンクを貼っておきます。聞き取りにくいところは、この後日本語で私が解説しますので、それを参考にしてください。動画の症例は40歳女性の4ミリ台の更新の色素斑でした。診断はラビアルメラノーティックマキュールです。 更新にも陰唇にも生じる色素斑です。粘膜は重層扁、平上皮のグリコーゲンを豊富に含む活化細胞からなり、通常顆粒数を持ちません。角層は咲く化を示します。基底層の色素は濃くなっていますが、これらは大部分閣化細胞です。色素増強は表皮量の先端に著名ですが、量の間の部分にも見られます。 ソックス1やマルトワンのようなメラノサイトを染色すると、まあ、これは通常は行わないんですけれども、メラノサイトはわずかに増加しているということがわかります。しかし、包装の形成や連続性のメラノサイトの存在は見られません。しばしば粘膜下組織にメラニンの適落が見られます。皮膚に生じたレンチゴシンプレックスと同様のものが、 粘膜に生じたものと考えられます組織の標本の下の方に黄紋菌細胞が見られるのは更新であるということの特徴です。もし外因診であれば、閉括菌が見られます。はい、いかがでしたかこちらの背景画像も更新のメラノーティックマキュールです。下流層が欠損していて、角層は錯角下を呈しています。 グリコーゲンに富む粘膜のの上皮の特徴が見られますちょっと倍率を上げますとガードナー先生の症例ほどではないんですけれども基底層の角化細胞の中にメラニンが増えていますまた神秘の方に目をやりますとこういったところにメラニンを鈍色したマクロファージなどが見られます組織医学的色素失調の初見です 今日もご視聴ありがとうございました。